えーとね、大鳥りけすけやけど、あの、俺、堺す杉にね、あの、タワーマンションじゃなくて、多分タワーマンション買うか分からんな。内容は、金の儲けの内容とんこんして。なぜかというと、ね、そこにね、あの、皆さん教えてことは、ババジルってね、ババってあの、おばさんの三隅の、あれ、汁っていうか、ババジルっていうのあるんですよ、あの、デリヘル。 でそこ谷町やからね、そこにマンションを借りることになりましたわ。それと、住むところね、で最初は東京言うとったけど、デリヘルでね、新宿まで行って池袋、津川も電車で行けとってけど、池袋にね、トップ東京トップレスたんですわ。1メートル80とか。その近所に借りますわ。2カ所。で、重層もあったけどな、重層はええか。坂井筋も呼べえな。呼んだら3000円出したら来るからね。だからそのババ汁、 俺、わしは72やからね。れで、今日、夢もええ夢にいるしね。俺ね、とにかく2年前からね、関西陸の社長と、警察署の前にうろついて、そこからね、ガソリン満タンとかね、道路滑りすスと、王様の夢とかね。今、今日、今日寝とったら、海の夢と、一面海水とね、茶色か。そホースが出てきてね。で、バラバラしたの手が出てきてね。だから、 運気,運気再生。これで、俺はね、5の虎でね、あの、36の1度の5の虎で、生まれがいいらしいですなめも言うけど、車最初通った時、わし10月31日で1029が来ました十10月25日。そうでしょ。で、この頃ね、555とか333とか、どれ、同じこと言うまか。まあ、そういう感じですわ、以上。 アパート2軒借ります。こナンバーでしょ俺、最初の工程はね、ナンバーの裏に借りて、あの、玉回しもあるけど。もう、ついでに近くで2、3歩で、そこでデートもできるでしょよくね、大事にして、一緒住めばいいか。今ね、本債を誰にしようかって考え中。ええー、な。まさかね、こんなことになると思わなかった。以上。